愛知県名古屋市よりやってまいりました弥生と申します。今年の作品は十五夜の次の日の晩、十六に夜と書いて弥生と申します。竹取物語をテーマに帝とかぐや姫の別れの悲しさ、十五夜になって初めて気づく一期一会の大切さ、そんな思いを僕たちの M で表現できたと思います。精一杯踊らさせていただきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。月より思わん見目麗しき姫の名は、なよたけのかぐや姫。